I get asked to do commercials all the time, and I always say the same thing. First, I need some hot chicks. Second, we film at my house, so I ain't gotta go anywhere. Third, I record my own song. Yo, bring it. Cool, refreshing, nice tea, drink it. One love, one heart. Let's get together and feel like a gentle.絶好調に朝相変わらず弱いですけど、地元の人が来る雰囲気の料理屋さんがすごい美味しいって聞いたんでそこに来ました。ここはイカが日本っぽい味付けで食べれるらしいです。で、隣にいるのがですね、松本文夫さんっていうストーリーシェアの学校の、ちょっとごめんなさい、まだテンションが朝モードで全然説明がうまくできないんですけど、まあストーリーシェアっていう語学学校の人ですね。で、ちょっとせっかく美代さんが前にいるんでちょっと聞きたいのが、セブって日本人にめっちゃ有名なわけなんですよ。で、セブに来る日本人の人って今大学生を含めいっぱいいると。でも実際来てみるとバギオ結構いいじゃねえかと。カフェもすごいいっぱいあるし、セブってイメージ的にすごい海近いなって、青い空、白い砂浜みたいなイメージすっごい強いんですけど、まあそんな海にセブの近くにはないんですよね。3時間4時間行かないと意外となくて、まあ、結局僕らがセブに持ってるいい部分っていうのは名前の安心感くらいで、実際来てみるとなんかこうあれイメージと違うなっていう経験をしたことがある人結構多いと思うんですよね。で、まあ、今ちょっとずつ有名になりつつバギオ留学、どうですか、バギオのいいところって何ですか。涼しい。涼しい。あ、そうだ、これ僕らの格好見てもらっても分かると思うんですけど、僕ら二人とも T シャツじゃない、長袖なんですよね。残念ながらペアルックみたいな白シャツになってますけど。本当だ、クレイジージャーニーみたいですね涼しい。そう、バギオ松本ですしねあ、そうですね松本文夫さん、通称美代さんです、うん、そうですよね、この涼しさは確かに勉強に向いてますよね、うん、あと他に何かあります。やっぱ遅延率出るじゃないですか、英語だと、うんうん、あれがやっぱり違いますよね。セブでは相当体力を消耗します。バギオだと出にくい。出ない出ない、まあ、出ないって出るけど、うん、冷却されてるのを感じますよね。あー、なるほど、うん、なんか遅延熱って留学したことある人はあーって言ってると思うんですけど、一生懸命英語の勉強をするとなんかついついストイックになりすぎて1週間くらいでこう体が熱くなって熱出ちゃうんですよね。で、風邪ひいちゃってはしんどいみたいな感じになるのが遅延熱です、うん、意外にみんなやられますね。意外にやられますね。あとバギオというと安い、物価が安い。安い、だってこれ日本と同じイカの味で、はい、ご飯とニシンなんでスープついて、水も普通のフォーセットウォーターじゃないやつで55ペソですよ。55ペソって日本円でいくらくらい。100〜130円ですか今。うん、セブだったらとりあえず200〜300ペソすぐしますよね。僕もびっくりしたんですけど、セブとバギオってまあ僕らからすると同じフィリピンじゃないですか。でもね、全然値段が、いろんなものの値段が違うんですよね。一番びっくりしちゃったのがタクシーの値段が違うんですよ。セブは40ペソからスタートして、一応バギオもメーター35ペソからスタートしますけど、あれ30ペソなんですか。35。あ、35だけど、だいたい70、50ペソから70ペソで行けちゃうんで、どこも。どこでも行けちゃいますよね、この値段差。あとご飯もなぜか安い。なんでなんだ。物価が安いですね。物価安い。野菜とかもすごい安いですね。そう。マニラとかセブンの半額とかじゃないですか。
これびっくりしますよ。なんとバギオ野菜が食べれます。喉を使えるようになればもっと綺麗な英語が話せるのにもったいないってミオさんが今から発音の授業をやってくれることになりました。やっとフィリピン留学っぽいシーンがお届けできますよ。 See? That's why I don't do commercials。 どれぐらい分かって聞かれました？いくつかのセンテンスが聞き取れてるって感じ、これまあ一応今回はリスニングというよりはこれリスニングのあれは副産物なんでちょっとじゃあ、発音にフォーカス、まず I get asked to do commercials all the time and I always say the same thing. First, I need some hot chicks. Second, we film it. I get asked to do commercials all the time and I get asked to do commercials all the time and I get asked to do commercials all the time, you know. 素晴らしい。All the time ですね。今日は？あ？そうです。あ、アギラスって。Good。アゲラですね。あ、アゲラ。アゲラ。まあ T と A なんで、T で終わって A で始まるんで、ラ、ラ。アゲラ。ゲラゲラになりますね。ゲラゲラ。アゲラ。アゲラの後にスの発音なんですね。ス。何ですか？ス。って何ですか？スペルで。S。S。クッ、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 T。クッ、K。K、クッ、クッ、クッ、T。ED ですね。ED。クッ。アスクッ。まあ、ちょっとそうです。T に確かに近いんですけど。クッ。アスクッ。アゲラ、そう、それ、これで、これがゲラになるじゃないですか。うん。で、これスクトじゃないですか。ゲラスクト。ゲラスクト。そうです。ゲラスクト。ゲラスクト。そうです。ゲラスクト。ゲラスクト。そう。で、それ、アゲラ、アスクト。で、これでちょっと、この辺で喋る感じで、アゲラ、アスクト。アゲラ、アスクト。そう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 。あんまり口を、アイゲラこうはっきり動かさなくていいんでここはもう本当に腹話術みたいに動かさなくてもいいぐらいでアゲラアスクトアゲラアスクトそうここだけでしょ、ね、アゲラアスクトアゲラアスクト、うん、そんな感じアゲラアスクトアゲラアスクトそうすると怠け者になるんでこれアイゲットアスクドっていう日本人的な発音が自然に取れてきます。うん日本人って要するに母音を全てくっつけちゃうんで、うん、はっきりさせたんですよね。うんだから言葉と言葉が全部セパレートしちゃうんですけど、うん、それをレイジーにすることに、ね、あによって、リラックスして勝手にくっついてきます。うんアゲラアスクアゲラアスク多分今の段階でちょっと良くなったんですけどもっと練習していったらもっとかっこよくなってくると思います。アゲラアスクトああそんな感じで練習してたアゲラアスクト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 トゥドゥここトゥドゥですねトゥドゥトゥドゥコマーシャルズコマーシャルズ I need some hot chicks そうミネムがいるかと思いましたもう一回I need some hot chicks. ね、なんか、あーってなっちゃってるんで。はい。あ、そう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 です。I need some hot chicks. あ、そのあーが良かったんだ、これが、にーとかなっちゃったんで。I need some. I need some. うわー、来たー、これ来たー、これ来た来たー、来たー。それです。なんかあるじゃないですか、ネットでなんか来たーって時に、あれをやってみました。I need some.アイネーさんそうです、なんか発音するときに妙にトモさん口が
兄さんとかってちょっと動いちゃったんで、本当なんか広島弁でちょっとあの高倉健になった感じでいいんで、自分生まれた時から角刈りだったんですよ。不器用じゃけ。あ、不器用じゃけ。自分不器用じゃけみたいな感じじゃないですか。そう、兄さん。兄さん。あ、そうそうそうです。高倉健になってください。オッケーです。兄さん。兄さん。あ、そう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 です。めっちゃ良くなった。アニーさん、うん、アニーさんはホッチェイス。ああ、これ来たわ、これ。アニーさんホッチェイス、うん、アニーさんホッチェイス、アニーさんホッチェイス、うん、すごいいい。 Bring it Bring it そう、ワン、トゥ、Bring it 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 そうですね、それはもうちょっと早く。 Bring it ワン、トゥ、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 Bring it そうです、いいですね。で、これを一個の感じで、Bring it one two bring 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 it すごいです。これはボクサーの bring it こう bring it ちょっと僕に one two bring it そんな感じです。せーの、 bring it one two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  bring it そうです。それを bring it あひ bring it 左ジャブだけでやった bring it はい bring it againBring it again. Bring it again. Bring it again. Bring it. そうです。もっと来い。もっと来いって感じで。Bring it. Bring it. せーの。Bring it. 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 OK. 遊んじゃおう。そんな感じです。これ本当にこんな感じです。Bring it. 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 Cool refreshing. 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 Cool refreshing.Cool refreshing, c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 ool refreshing. そうそうそう。冷たい新鮮な、冷たいリラックスできる、冷たい気分転換できる、cool refreshing って感じですね。Cool refreshing, cool refreshing, cool refreshing, cool refreshing. そうです。で次で、アイスティー、アイスティー。まあこれナイスティーってちょっと変わっちゃってますけど、そんな感じでも言えるんでね。ナイスティーなんで。ナイスティー。そうそう。ナイスティー。まあどっちでもいいですこれは。アイスティー。ナイスティー、冷たいティー、アイスティー、アイスティー、はい、アイスティー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 、そう、それを、drink it、飲めよ、飲めよって感じですよね。drink it、drink it、飲めよって感じですよね。drink it、drink 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 it、そうです、そうです、そうです。bring it、confession、ナイスティー、drink it ですね。one fun, fine, final.Final, final. Yes, but I got one final demand. But I got final. But I got one final demand. One final demand. But I got one final demand.But I got one final demand. 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 今ミオさんのプロナンセーションの授業を受けさせてもらって楽しかったです。ミオさんの授業は変わらず楽しくて分かりやすくて褒めてもらえるっていう飽きない仕様になってる。僕ね、授業とか人前に先生がいてもね、すぐ飽きてもう違うことを考え始めて、なんか言われてる目の前で何か言ってるのに何も聞いてなかったっていうことがよくあるんですけど、この授業だけは熱心にずっと集中してられる。やっぱりすごいですね、ミオさん。ありがとうございます。でも今日来ましたね。ミオ県でした。いやでも本当に今日何回か来た時があったんで、うん、マジっすか。うん、それが要するに来た時がまあサイヤ人状態だとしたら、それが普通、うん、いつもあの状態になっちゃうんですよね、うん、それにネイティブみたいに喋るということは、その時にやっぱりもう今とまたステージが違ったリスニングの世界が待ってますよね。
今お湯沸かしながらハッとしてミオさんに聞いたら確かにそうだったっていうことなんですけど、あのプロナンセーションは別にこうかっこ悪くても何でもいいから受けたくないと。で英語を喋る目的は何、あ英語を勉強してるレッスンしてる目的は何ですかって聞いたら、リスニングを高めたい、あの映画とかをあのなんだろう字幕なしで見たいとか、あとトラベルイングリッシュ、こう旅行に行った時にこう何か言われてそれで苦労したくないっていう目的で英語勉強してる人すごい多いと思うんですけど、そういう人がプロナンセーションの授業を受けないとどうなるかっていうと、要はリスニングをやめてると一緒のことみたいなんですね。だからあ私プロナンセーションとかいいですって、あの別にそんなに喋んないしって、でもリスニング高めたいんですよねとか言っちゃダメですよ、言っちゃダメってことはないけど言わない方がいい。なんでかっていうと、語学にずっと向き合ってる人はこのちぐはぐな感じをすごく理解してるんで、あのあそうなんですねってあなたの前では言ってるけど心の中では多分うわーこいつ分かってねえなー初心者だな、まあでも初心者が集まるんだから別に思われてもいいか、別に思われてもいいけど、まあちょっと恥ずかしいことを言ってるっていうのはもしかしたら理解した方がいいかもですね。